はい、レオンチャンネルです。今日 V シネギーツのジャマトアウェイティングが公開なんだけど、僕も今日レイトショーで見るか遅くても週明けには見に行きたいなと思ってて、で、それに関連してプレ版から公開記念一挙予約開始と書いてあって、お、めちゃくちゃいい再販来てるじゃーんって思ったら、それどころじゃないメモリアル版のマーク9、しれっと新作が混じってて、で、モンスターレイズバックルもこれメモリアル版だ。さらに、ギーツサウンドコア ID のエース&つむりバージョンなんだって?これが全部一挙、今日予約開始。とりあえず情報が来たのはメモリアルのモンスター、ドゥームズ・ギーツの再販、ライドルベースの再販、あとはハイスペルトービ再販。何回再販すんだ?もう、5、6回以上は再販してるよね。で、メモリアル版ブーストマーク9の新作発売と、サウンドコア ID も新作だ。正直、ギーツ人気やばいね。ちょっと待ってくれ。リボルブチェンジフィギュアとかも、待って、リボルブチェンジフィギュア、こんなに出る?ドゥームズ・ギーツと、バーファンのプロージョン、ワンネスも来てるじゃん。これもしかして、完走する気か、このシリーズ完全に。これが全部新作ラインナップになってて、一旦まず、ギーツ9から見よう。これが一番重要なメモリアルアイテムだと思われますので、V シネのネタバレとかないよね。エースつむりのボイス収録、主題歌収録、ボタン操作で主題歌が流れる、トラストラステレビサイズ、どこが新規造形?デラックスの時点で、そんな本編のボリュームと変わんないんだよね。で、印象的な変身シーンを再現。本当にもうラスト中のラストのやりとりなんかがあって、これまた CO さんが作ってるやつだよね。もう CO さん作ってるやつやばいからさ、僕らの想像を超えてくるクオリティで発売してくるから、ギーツ9ブーストマーク3の変身や、ブーストタイムの必殺技の追加効果音収録、さらにエースとつむりの掛け合いや、映画 V シネをはじめとしたキャストボイスを新録。このモードチェンジがね、実際遊ぶとすげえいいんだよね。プロップ準拠でメタリックレッドを10塗装。あ、そっか、もともとこれ赤い成型色だった。ここメタリックになるのだいぶいい。これはだいぶいい。そう、ここね、本編だとめっちゃ光ってるんですよ、赤く。メタリックレッド塗装追加。で、パールホワイトの成型色に変更を白からか。一部パーツを新規造形。この辺が新規造形なわけね。塗装工程、デラックス比 400% アップ!限界突破してんなぁ。ネジ穴なくしてあるんじゃな。うわ、ネジ穴隠すために新規造形か。すげえ。でも基本はデラックスベースだよね。グリップとかは伸びてないのか。てか伸ばすとまた、いろいろ設計があれか。ややこしくなるからか。ここに畳んで収納するからさ。確かにめっちゃ見栄え良くなってるわ。音声搭載のため、新規金型で生産。追加音声ボタンを搭載するために、音声内蔵側のバックルは背面パーツを新規設計し、新規金型で生産。追加ボタンも外観を損なわないように、底面に増設している。さらに、両バックルともに、背中中央のパーツの成型色をプロップ順調のクリアカラーからソリッドカラーに変更している。赤クリアの認識ピンが、ソリッドになってんだ。艶消しになってんだ。すごいなぁ。気合入ってんなぁ。もう動画も来てるわけね。5940円。安い !10 月発送。ちょいと遅いけど、まあいいんじゃないかな。これが今日の16時からですよ。争奪戦じゃん。パッと見、そんな変わってないと思ったけど、確かに見栄えだいぶ良くなってるけど、この状態の見栄えが圧倒的に本編っぽくなってますね。素晴らしすぎる。ネジ穴ないのすげえわ。てか、デラックス版とほぼ価格変わってないの。すごいね。デラックス版が5700円とかだったから。で、プラス、パンクジャックと、ナッジスパローのモンスターメモリアルってわけね。8月発送だ。3960円。新規造形、請求色変更、音声収録。この辺は他のメモリアルレイズバックルと同じですね。で、通常モードプラスウィンモード、第一モードがそれぞれ切り替えることができて、メイン編集者のウィン、第一の両方のキャストボイスを一挙収録。本体側から音が鳴ることによって未収録の効果音が追加されてると。消滅時のノイズやリタイア音、9話終盤で鳴ったバックルが眠りにつく音によって再現度の高いなりきり遊びが可能。で、プロップ準拠で成形色変更を。ベースのモンスターの色は特に変えてないのかな。もともとプロップに近い色なんでしょうね。で、音声搭載のため新規金型で生産。裏面の青色成形パーツを新規設計し、音声ボタン追加でも外観を損なってませんよと。もうこれはシンプルな説明ですね。8月発送でなかなかに早い。まあこれも2個買いかな。で、これだ。これ何？サウンドコア ID の新しいやつ。ぶらーり、ターボン、おー。慶和の世界になった後のコア ID ね。さらに、レターのひび割れコアいいね。あとはトリエッツのひび割れか。この4つプラス、キャラクターボイスが鳴るサウンドコア ID。サウンドコア ID まだ生きてたんだ。これが黒つむり、白つむりとエースと、より劇中に近いカラーの、これはコア ID だ。サウンドはこれ1種類だけだ。だから、デラックス仮面ライダーギーツサウンドコア ID、エースつむりバージョンプラス、ライダーコア ID セット03だもんね。ナーゴこんなちょっとグレーっぽかったっけ？これも本編準拠カラーのものが作って、で、サウンドコア ID はスイッチを押すとキャラクターボイスが鳴る、黒つむり、お悔やみ申し上げます、つむりはおめでとうございます。で、さすが姉さんとか、姉さんはやめてくださいとか、要は終盤バージョンに生まれ変わったサウンドコア ID ってわけね。そして、劇中プロップカラーを忠実に再現した、ナーゴコア ID を収録。すげえなぁ。もうとにかくギーツ玩具人気なんだな。商品化されてないコア ID なくない？で、脱落ライダーのひび割れコアも再現。うん。で、これは8月発送です。まあ、これは1個でいいかな。これがデラックスの新作アイテム、ベルト系の3つで、これ昨日ね、もうすでに解禁があった仮面ライダーバッファーのフィーバーゾンビのアーツね。まあ、実質、バッファーの再販っていう側面もあると思う。下半身のエントリー持ってれば入れ替えで通常のバッファゾンビにすることもできますよね。で、これ僕てっきり邪魔神の交換頭部とマントつくかと思いきやどうやらつかないらしく、ただアーツ用のゾンビの下半身が今回ついているのでまた新たな入れ替えを楽しむことができますよと。はい、こういうことね。これエントリーの上半身持ってきてここをバッファにすると相当見栄え良くなるんじゃないかな。二刀流ブレイカーも元々のゾンビを持ってれば二刀流も再現できますよってことか。いや、これ引っ張るってことはプロージョンのアーツに邪魔神パーツつくんじゃね？もしかしたら。で、まだあるのが先にこっち。あー、すごっ！クロスギーツ ?6930 円で、クロスギーツとワンネスがワンセットになってんの？ 2 大ライダー1機収録で豊富な新規造形と塗装を、マスク塗装単波彩色の細かい色分けなんかはだいぶいいね。アーツとかでは出なさそうだもんね。で、クロスギーツは上半身、下半身ともに豊富な新規造形。このカラー部分が新規造形ですって。ギーツ9、ドゥームズギーツとは異なるデザインの背面部、旧椎の尾も鋭角なデザインを新規造形している。あ、ここの部分ね。うひぇ！かっこええ。で、共通握り拳が付属。てか、ワンネスってまあまあ色多いんだけど、再現度、気合入りすぎてない？あとはこの握り拳は他のアイテムでも使えますよと。で、リボルブオンも健在で、リボルブオンで、まあ、これも遊べる。意外とかっこいいよね、リボルブオン。で、組み合わせ自由。なんか毎回ダパーンあれ使われてない？で、武人ソード、クロスギーツボディとか、リボルブチェンジフィギュアで激闘再現。あ、すごい！映画のメンバーたちだ。このシリーズ、リボルブチェンジは、ライダーストアで発売されることが多いですから、プレ版で発売された後も、慌てなくてもいいんじゃないかなとは思いますよね。これが10月発売で、それに合わせて、店頭発売全然あるんで。まあでも結構武人ソードとか秒速でなくなったからな。リボルブチェンジセット内容は完全な2体セットじゃなくて下半身ない。あー、書いてあるわ。ギーツワンネスの下半身は付属しません、別売りの PB06 ギーツ9をお使いくださいだって。あー、罠急な罠があった。安いなと思ったんだよな。これを買えばクロスギーツは完成するけどギーツワンネスの下半身は完成しないので、そこは、まあ、ギーツ9のリボルブチェンジ持ってるでしょ的な感じで、手で書いてありますね。なので、ここだけお気をつけください。でさ、仮面ライダーバッファプロージョンレイジ&邪魔神、フィーバー、コマンド、レイジングセット、高そう。あ、でも6930円だ。シリーズ最多の大ボリューム。内容物はこうなんだ。バッファーの通常のバッファーでプロージョン。これ何？モンスターのグレーのやつ。あ、なるほど。プロージョンの下半身がモンスター下半身の色替えってわけか。各頭部と、で、フィーバー用の金パーツ、あと邪魔神用のマント、このグレーのパーツなんだ。プロージョンのあれか。右側のローブか。グレーになるのか、パープルが。いつものパープルがグレーになるんだ。で、それプラスプロージョンの腕&縦パーツ。新規造形箇所がいろいろありつつ、彩色、だいぶ気合い入ってるね。で、頭部がちょっと邪魔神っぽさもあるんだよね、この角が。まあ、顔は全然また違いますけど。そしてゲームデウスクロノスのシールドパーツから転生した左腕パーツね。あとは変身ベルトなんかも変わってるし、ついに邪魔神も立体化。今回のゾンビボディ、過去フィーバー用と、邪魔神の頭部、で、マント、で、金のパーツがつくことで、お手持ちのこのゾンビボディを下半身に使うことで、はい、邪魔神状態が完成。これ外側パープルになってるのかな。で、コマンドレイジングフォームも再現可能を、お手持ちのコマンドボディに、そのまま装着するもよし、あとはエントリーに装着してレイジング状態にしても全然いいっすよね。あ、書いてあるわ。本商品をレイジングフォームにも使えますよと。ゾンビブレイカーを改良を造形改良、細めの造形に変化、裏面の腰装填用ピンも削除、技術プロップに近づいている。あ、おもちゃっぽさがなくなってるわけね。あとは二刀流再現用の新規パーツも付属。持てるよ。あ、これなんだろうと思ったら補助パーツか。なので、アーツでもリボルブチェンジでも二刀流再現できますよと。で、リボルブチェンジギミックは健在。まあ、実際はなさそうですが、グレーのこのモンスターに下半身がプロージョンレイジになってて、組み合わせ自由なので、お好きなハクビヘッドとかも使ってくださいねと。あ、こういう激闘があるわけね。これでビジュアルポスターも再現できると。いや、リボルブチェンジフィギュア人気なんだよね。実際ライダーストアでも結構大量に積んであるかと思いきや速攻でなくなるし、プレ版アイテムを店頭で買えるっていう、あと東京駅だからライダーストアがいいお土産にもなりますもんね。じゃあ最後がこれだね。僕映画まだ見に行ってないから、まあ、今日か数日中にはすぐ行くんだけど、ドゥームズギーツが何者なのかがまだわかんないんですよね。一応白髪の神のビジュアルのエースが変身するっぽい感じだけど、さっきの画像を見る感じバッファと敵対する感もあるからどうなんだろう。改めてアーマー造形見ると、てか肩アーマーも胸も下半身も全部クロスギーツのデザインなので、クロスギーツのアーマーがリデコされた形なのかな。まあ、もともとクロスギーツ自体もね、リデコアーマーなんだけど、さらにカラー変更転生したのかな。で、専用平手が付属、見栄えが改善、リボルブオンギミック。かっこいいなぁ。おもちゃ特有のものだと思うけど、これすげえ好きなんだけど、本商品でも相変わらず健在。あとは2つの手首が付属してて、わしーのギーツ9用のこういうパーツとか開き手がついてるんだって。どんだけこだわるのよ。あとはおもちゃ独自の自由な遊び方できますよと。 VCNX の激闘再現、これどういうことなんだろうね。ちょっとこれはすぐ見に行かないとな。5940円で9月発送でございます。ということで、これも16時になったらポチりたいと思います。すごい量。それにプラスして、ドゥームズギーツの2時、9月発送分が、デラックス変身ベルト始まってて、あとはジリオンドライバーの3時受注か。で、ハイスペーベルトの6時受注。恐ろしい。HG 運動ウォードみたいな受注数になってるじゃん。もう、でもこの辺もう始まってるわ。もう始まってんの？今日からですね。お昼から始まってるみたいです。ライドルベースだけポチロー。これね、何度かツイッターで言ったんだけど、やっぱりこの単体売りのライドルベース版、どうやら認識ピンのへたりがほぼないらしく、もう1年ぐらい遊んでんだけど、一度も復活剤塗布してないの。中盤でもう一回デラックスすごい安かったから買ったんだけど、やっぱそれも数ヶ月したらこの認識が悪くなって、ここ持ってんだけどデラックスで1個がもう全然ダメで、復活剤塗ってもだからもうディスプレイ用に使ってんだけど、音声楽しむんだったら永遠に絶対ライドルベースはいるというわけで、私は2個ぐらい買っとこっかな。ライドルベース買っとこう。これたまに池袋で販売されるんだけど、だいたい告知から30分以内には在庫切れになるんで、4月分が来月届くんだけど、1個でライドルベースこれで2個目なんだけど、あと1個あればいいか。まあ安いからこれね、これネットとかだと1万円とかになってるんですよ。2個買うわ。いや、こんなさ、おもちゃ再販とか新作アイテムとか盛り上がるライダーもここまでのレベルはなかなか珍しいと思いますので、まあ、よっぽど人気なんだなってのが分かりますし、メモリアル版のギーツ9も来てくれましたので、このリンクは16時から予約開始ですから、皆さんもポチり忘れないようによろしくお願いします。今16時になったから来たんだけどさ、16時1分ぐらいからもうページがバグって動かなくなった。結局17時なんだけど、やっとプレ版のページが軽くなったので買ってくわ。あー、よかったよかった。在庫切れはないよね。はい、カートに入れたのはこんな感じになりました。9月発送のライドルベース2つ、8月発送のバーファプロージョンリボルブチェンジ1個、同じく8月発送のこの辺がね、カートに入れたら勝手に分かれた。カートがモンスターレイズバックルのメモリアル版2つで、コア ID セット1つで、9月発送のドゥームズギーツのリボルブチェンジ1個で、アーツのフィーバーゾンビ9月発送1つ、10月発送がギーツバーネスリボルブチェンジで、10月発送のメモリアルブーストマーク9が2つと。買いすぎだわ。てか出すぎ。結局いくらになったかっていうと6万円、5万9510円、6万円。おいおいおい、一個一個がなんかお買い得じゃねえとか言ってたら、結局 CSM みたいな金額になりましたね。恐ろしい。プレ版恐ろしい。買い忘れないね。シュバルゼってロボ玉12000円もすんだ。でファントムガンダムは僕前のモデルを、これコンパチブルセットか、普通のモデルの変形するやつを持ってるんで、あ、キャリバーン、うわ在庫切れ。まあそりゃそうだな。これ超合金キャリバーンね、メダルビルドぐらい大きいんだけど合金使われでちょっとおもちゃっぽいみたいな。まあこれも魂ストアに見に行ってから決めようかなとか思ったけど、16時予約開始で速攻完売になってますね。この金額出すんだったらメタルビルドなんか買うよなっていう。メタルビルド今後あれだしね、インパルスガンダム出るしね、ちょっとそっち系を追ってこう。欲しいけどないもんね、もうないから諦めるわ。ということでレオンチャンネル11点購入して6万円ポチりました。各リンクは貼っておきますので、皆さんもね、お財布と相談しながら必要なものはポチりましょう。まあとりあえずメモリアルブーストマーク9は一番優先すべきアイテムかなってところではありますね。以上レオンチャンネルでした。